ビートルズ・ビートルズの作品オールド・ブラウン・シュー・ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、オールド・ブラウン・シュー、オールド・ブラウン・シューは、ビートルズの楽曲である。1969年5月に、シングル版、ジョンとヨーコのバラードの B 面曲として発売された。作詞作曲は、ジョージ・ハリスンが手掛けた。オリジナルアルバムには、未収録となっており、 ザ・ビートルズ1967年から1970年やパストマスターズボリューム2などのコンピレーションアルバムに収録された。オールド・ブラウン集はリズムにおいて部分的にスカの要素が取り込まれた楽曲で歌詞では物事の二面性について歌われている。1969年1月のゲットバックセッションで取り上げられ2月にサムシングや オールシングスマストパスと共にデモ音源が録音された後、同年4月に正式なレコーディングが行われた。1968年9月にジョージ・ハリスンはピアノを弾きながらオールド・ブラウン集を書き始めた。リズムにおいて部分的にスカの影響が見られ、歌詞は物事の二面性を表す一連の反対語を軸にして展開しており、1967年に 発売されたポール・マッカートニー作のハロー・グッド・バイに通ずる内容となっている。楽曲について、ハリスンは著書の IME マインにて僕はピアノでコード進行に手をつけた。そしていろんな反対語を並べて歌詞のアイデアを書き始めたと書いている。レコーディング当日にハリスンはアップルコアでジョージ・ハリスンとは何者なのかという質問をぶつけられ。 それに対して、現実的な意味でも、精神的な意味でも、神秘的な意味でも、僕は人生だ。僕は人生であり、人生は上だったり下だったり、内だったり外だったり、左だったり右だったりする。北極のようなもので、南極がないと存在し得ない。片方だけでは存在できないんだと語っている。本作は4分の4拍子で、基本的に C メジャーで演奏されているが、 途中で C メジャーの平行調である A マイナーも混ざっている。4小節のイントロの後に2つのバースに移行し、ブリッジ、インストゥルメンタルのバースと続き、2番目のブリッジ、最後のバース、そしてアウトロという構成になっている。本作について音楽ジャーナリストのグラハムリードは、ハリスンのソングライターとしての自信の高まりを反映していると評している。 1969年1月27日にアップルスタジオで行われたゲットバックセッションよりオールド・ブラウン州のリハーサルが3日間にわたって行われた。この時点で歌詞は完成しており、リンゴスターはオフビートのドラムパートを提案した。なお、この時ハリスンはピアノを担当していた。28日のセッションではサポートキーボーディストとして参加していた。 ビリー・プレストンにより、ハモンド・オルガンのフィルが加えられた。ゲットバックセッションにおいて、本作はかなりの時間をかけて取り組まれたが、制作中のアルバム、ゲットバックには収録しないことが決定された。ハリスンの26歳の誕生日であった1969年2月25日に、ピアノとボーカル、オーバーダビングされた2つのエレクトリックギターのパートを主体とした。 デモ音源を録音された。同日のセッションでは、サムシングや、オールシングスマスとパスのデモ音源も録音されていて、いずれの音源も1996年に発売された、ザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録された。レノンとポール・マッカートニーが、ジョンとヨーコのバラードを完成させた2日後の4月16日、EMI スタジオの第三スタジオで、 オールド・ブラウン州の正式なレコーディングが開始され、18日に完成した。ジョンとヨーコのバラードと同様に、リンゴスターは映画、マジック、クリスチャンの撮影でレコーディングを欠席したため、本作でもマッカートニーがドラムスを叩くこととなった。バッキングトラックの内訳は、8トラックレコーダーのトラック1にドラムス、トラック2に、ハリスンの最初のボーカル、トラック3に、 ハリスンのギター、トラック4に、レノンのピアノとなっている。オーバーダビング用にテイク4が選ばれ、トラック6に、ベースとギターが追加され、トラック2に、ハリスンが新しく、リードボーカルを録音し、レノンとマッカートニーが、バッキングボーカルをオーバーダビングした。なお、ボーカルのトラックはすべて、エンジニアのジェフ・ジャラットによって、歪みがかけられている。4回にわたって、 ステレオミックスが試作された後、メンバーはサムシングの作業に移り、ジョージ・マーティンがメンバーと共にピアノを弾いた。4月18日にグリーン・ジョンズのプロデュースのもと、ハリスンがトラック8にオルガン、トラック7にレスリースピーカーに通したギターソロを録音した。同日29本のステレオミックスが試作され、完成した10本の中から最後のミックスがマスターに採用された。 オールド・ブラウン州は、イギリスで1969年5月30日、アメリカで1969年6月4日に、発売されたシングル、ジョンとヨーコのバラードの B 面曲として発売された。イギリスやアメリカで発売されたシングルで、ハリスンの作品が収録されたのは、1968年に発売されたシングル、レデ,ディ・マドンナの B 面曲、G。 インナーライトについで2曲目で、それ以外の国では、シングル、オブラディ、オブラダの B 面曲、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス以来となった。アメリカでは、A 面曲のジョンとヨーコのバラードの一部歌詞が、イエス・キリストの冒涜しているとして、一部のラジオ局で放送禁止となってしまった関係から、オールド・ブラウン州がアメリカの音楽チャートにランクインすることはなかった。一方、 オーストラリアの GO、セットナショナルトップ42は、ジョンとヨーコのバラードとの両 A 面扱いで、チャートインした。オリジナルアルバムには、未収録となっており、アメリカでは1970年2月に発売された、キャピトル編集版、平ュード、イギリスでは1973年に発売された、コンピレーションアルバム、ザ・ビートルズ1967年から1970年。 でアルバム初収録となった。1988年に発売されたパストマスターズボリューム2にも収録された。2002年のコンサート4ジョージで本作を演奏するゲイリー・ブルッカー・ハリスンはエリック・クラプトンといった1991年の日本ツアーで本作を演奏した。アレンジはビートルズ時代にほぼ忠実なものとなっている。 この時のライブ音源が翌年に発売されたライブアルバムライブインジャパンに収録された。1992年4月6日にロイヤル・アルバート・ホールで開催された自然放道の事前工業でも演奏された。ハディスンの死後2002年11月にロイヤル・アルバート・ホールで開催されたツイートコンサートコンサート・フォー・ジョージではゲイリー・ブルッカーが本作をカバー演奏した。 演奏では、エリック・クラプトンとビリー・プレストンも参加した。レスリー・ウェストは、2003年に発売された、アルバム、ソングズ・フロム・ザ・マテリアル・ワールド、エートリビュート2、ジョージ・ハリスンで本作をカバーした。2014年に開催された、トリビュート・コンサート、ジョージ・フェストでは、コナー・オブライエンが本作を、カバー演奏した。以上、突起がない限りマーク・ルイソン、イアン・マクドナルド、 ジョンウィンの著書に掲載されたクレジットである。しかし、2019年に発売されたアビーロードに付属のブックレットに掲載されたクレジットは以下のようになっており、スターは映画マジック・クリスチャンの撮影で不参加とされている。ありがとうございます。